1888年のパントマイム俳優版とダームの例。1901年少年役の女性。1900から1920年イギリスにおけるパントマイムは流行歌やダンス、ジョークなどが盛り込まれた大衆的な衝撃のことで家族で楽しむ芝居としてクリスマスシーズンを中心に演じられる。出し物はシンデレラやアラジンなど有名なおとぎ話を元にしたものが多く。 伝統的には男装した少女と女装した男性が主役を演じる。出演者と観客が一緒に歌ったり、掛け合いをしたりもする。いわゆる無言劇のパントマイムは、イギリスでは、マイムと呼ばれている。その起源は、16世紀のコンメディアでラルテに遡る。これが、フランスやスペインにも広がり、やがて、イギリスにも伝わって、人気を集めた。18世紀に入ると、 イギリスでは、この喜劇に必ず登場する主役の一人、アルレッキーノの英語名ハーレクインから、ハーレクイネードと呼ばれるイギリス化した国慶芝居が、劇場の本公演であるオペラやバレエの古典作品の上演後に演じられるようになった。この頃、イギリスでは、バレエのことをバレエハントマイムと呼んでいた。当時ロンドンで人気を二分していた。 リンカン・イン・フィールズ劇場とドルアリー・レーン劇場が観客獲得のために大道具や衣装に凝った派手なハーレクイネードを競って上演するようになり本来本編であるバレエに使われていたパントマイムという語がそのままハーレクイネードを指す言葉として使われるようになった次第にこの歌ありダンスありのドタバタ喜劇であるパントマイムは本編をしのぐ人気となって独立して演じられるようになり イギリス独特の一つの演劇形態として定着していった。19世紀に入ると、滑稽な中年女性の役を男性が、主役の少年の役をタイツ姿の若い女性が演じるのが一般的になり、ストーリーもイタリア由来の古典からヨーロッパの童話や童謡をもとにしたものに変わっていった。20世紀に入ると、少年役の女性のタイツ姿が次第に減っていき、 やがて男性が演じるようになり、ずっと主役の座にあったハーレクインも20世紀半ばには姿を消し、配役もストーリーもより自由になった。パントダームと呼ばれる中年女性の役は現在も男性のコメディアンが演じることが多い。イギリスのほか、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ジンバブエ、ジャマイカ、南アフリカ、インド、アイルランド、ジブラルタル、マルタなどで、 同様のものが演じられている。なお、アメリカでは、パントマイムは、日本同様無言劇の意味で使われている。ありがとうございます。